旦那様。あなたはいつも隣り合わせだ。昼と夜、砂糖と塩、聖者とムクロ、汚れと純潔。違う。あいつの言う通りだよ。俺はただの薄汚い小僧。あなたは私の旦那さん。おはようございます、うん、皆さん、ご機嫌はいかがですか。兄ちゃん。おや、小太郎。おはようございます。いい夜ですね。うん。ところで、なんでお前がここにいるんです？いや、兄は。いや。兄じゃ。あれほど。うん。おとなしく。いや。寝てろと言いました。よね。お前と二人なんて冗談じゃねえよ。神田。あいつは俺がやるっつってんだ。神田。まるでお兄さん。とっとと失せろ。それともお前らから切ってやろうか。確か知りませんでしたよね、松本さんは。何をよ。僕の残白刀の能力。あんたそういうの誰にも喋らないじゃない。そんなことないですよ。同期のひなもりくんとあばらいくんも知ってたかな。でもいいんですよ、松本さんにも教えますよ。面を上げろ、詫びつけ。宙にあり人は世にあり、もののけの形をなすのはあやかしの器に人の因果と天使。なれどひとたび人の世にあるもののけは切らねばならぬ。おい、切られやれ、この腐れ小説家。なんじゃこの本は。こりゃてめえと兄ちゃんじゃねえか。何考えてんだ、説明しろ。君の推察通りだ。監視カメラにマシンガンを連動させている。あのシステムならタイムラグはおよそ0.05。じゃあここからは出られないな。一度上に戻ってシステム。おい、乱暴なやつだな。さあ行こう、ナナリーが待っている。